なんとか22時までに終わりましただって。おお、22時までに終わった、素晴らしい。聞きます、競馬の神様さん、こんばんは。なんかめちゃくちゃ最近目に多分まつげが入ってて、多分なんですけど逆まつげ、多分逆まつげが一本折ってめっちゃ痛い。みずむさんこんばんは。玉ねぎさんナイスキノコありがとうございます。あ、フルーツジッパー見てたんですか、すごい可愛いよね、フルーツジッパー。大阪でライブがあったんですか、先ほどえみちの声を聞けたからです、だって。おお、私のおかげ私のおかげきゃん よいしょ。ちなみにこの配信は30分ぐらいしますね。30分ぐらいストレッチして寝るぞ。なんかドラマとか見れたらいいなとも思ってるけど寝ちゃいそうだな。むしろ聞けなかったら終わってませんやってそれは嘘、それは嘘だ。ほんと？メサマスターダスト、フォトブックも注文した。おお、高木さんやったー、さすがです。高木さんありがとうございます、素晴らしい。そうなんですよ、オンラインはね皆様フォトブックが注文できちゃいますし、ブロマイドが4種類追加になったので新たなブロマイドをゲットして欲しいところでございます。どうでしょう皆さん、ゲットしちゃってください。ただゆきさん大丈夫、ただゆきさんのメンタルが心配。大丈夫か、いまだにさよならアイデンティティ聞いてて姫スタロスです。え、音楽聴いてくれてるんですか、エンディングの曲ダウンロードしたの、すごいすごい、あ、めっちゃいい曲ですよね、そう超いい曲なの。チーム B のエンディングの曲は違うんですけど、それもまたいい曲で、出てないのにめっちゃ B の曲も好きですもん私。ジスさんこんばんは、音楽は舞台中からずっと聴いてますよ。え、どういうこと、見に来てからってことですか、見に来る前からってこと。2日間ですもんね、だって来てくれたの、その2日間、え、ちゃうわ、ん、どっかで発表されてたっけ曲って。タッキーさんこんばんは、姫スタのブロマイドって違うバージョンなんですか。なんとですね、同じバージョンのものとあと違うバージョン4種類追加されました。なんと別バージョンが4種類追加されました。共演者が事前に曲名投稿してまして、あ、そうなんですか、誰や知らないな私それ、それで検索して聞いてたんですか、意識高、意識高っそうなので姫スタの曲じゃない、間違った、ブロマイドは合計8種類
大きいバージョンとって感じ。すぐダウンロードして聞いてました。すごい、私もダウンロードしてへんのに私動画のあれでずっと聞いて、動画の何ダンス確認するやつとか、あとセリフのタイミングとか、そういうのの動画が出演者用にあるんですけど、それで聞いてたぐらいで、曲はダウンロードはしてなかったんやけど、また配信で聞こう。のるちゃんこんばんは。配信にはね、座談会というものも入りまして、千秋楽終わってどうですかみたいな話をこうまあまあ長いこと喋ってるあれがつくんですよ。映像特典みたいな、舞台裏も多分つくんじゃなかったっけな。めっちゃね、配信もねいっぱい、目いっぱい、胸いっぱいいろいろとあるので見てほしい。なべちゃんこんばんは。ダウンロード下り道ダウンロードは下り道じゃないから大丈夫、ただゆきさんしんちゃんこんばんは。ボボーン、いらっしゃい。うん、よいしょ。あのもうむくみが取れないのはなぜですか。本当に嫌になっちゃうわ。一日どんだけマッサージやらストレッチやらしてるかってぐらいしてるのに、一生足が感じてる。いっぱい寝たらスッキリするんですけど、歩くとまた足パンパンになっちゃう。むくみやすい女です。やだやだ、よいしょ。おいっす SKD さん、皆さん今日の一日はいかがでしたか。今日は月曜日、週始めですよ。皆さんお仕事いかがでしたか。大変でした。皆さんがどういう仕事をしているのかっていうのは人それぞれやと思うんですが、どうでしたか。たまちゃんいらっしゃい、こんばんは。マンデー、明日はチューズデー、疲れた。ただゆきさんが疲れている、ただゆきさんが疲れているぞ。みんな相変わらず残業ありの一日しんど。残業ない日はあるんですか。いやだよね、すぐ終わっても直帰したいよね。私も仕事終わったらすぐ帰る毎日サタデーがいいです。サンデーよりサタデーですか。働けど働けど暮らし楽にならずだって。ただゆきさんマジで働きすぎなのよ。シルクさんガオン、パンダタカさんフォローありがとうございます。ナイスです。ピーパンダタカさんや、ピーパンダ、パパパンダ、パパンダ。年日ライブグッズ一丁のギフだと個別フォトタオル、え、個別フォトタオルって何ですか。そんなんがあるの。パパパンダさん、ちょっと違いました、ピーパンダさんにしよう。
ピーパンダタカさん、こんばんは。こんばんは。シロクマだったりパンダだったり動物が多いです今日は。やっぱ右目のなんかさ、ほんと逆走してて一本だけ。車だったら大事故よこれ。どんだけ戻しても戻しても戻る、反対側に。痛い。でもそれをな、切ったり抜いたりするのは嫌やから、どうにかこう戻したくて。で早いことまつげパーマとか言って上にくるんってしてもらいたいんですけど、でもまだまつげパーマ行く時期でもないしなみたいな。困った。私は今日は先ほど、あ、ちゃうねん、まつげくれる、たまちゃんちょうだい、初めて言われた、まつげあげるよ。なんかこの間ね、ディーゼルのベルトを買おうと思ってたのね。ずっかさんこんばんは。ディーゼルのベルトを買おうと思ってたんですけど、ディーゼルのベルトって 100% カウレザーみたいで、で私なんかリアルレザーあんまり好きじゃなくて、ね、いい質っていうのは分かるけど、でも本物の動物の皮を腰に巻くのはちょっと嫌で、で、みたいな、可愛いデザインやったか欲しかったのにと思って、でまあじゃあやめようかなって思った時に、ビーガンマーク、葉っぱのマーク、ビーガンレザーみたいなのが売ってて、あ、これやったらいいんじゃないのと思って、あんまちゃんと説明は見てなかったんやけど、斉藤優ちゃんさんかわいい、ありがとうございます。ソーリーさんこんばんは。でなんだっけ、何の話やったっけ。あ、そう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 、でビーガンマークついてたから、そのベルトを買えば、あ、ビーガン系、他のやつはリアルカウレザーだけど、これやったらリアルじゃないのかと思ってさ、よしこれ買おうみたいなのホームページ見て思って、で同じデザインだし、しかもワクワクしながらこの間梅田に見に行ったんやけど、したらなんか、まず欲しかったそのビーガンのやつ売り切れてて、でえ、どっか他の店舗ありますかねみたいな聞いたら、仙台とみたいな、銀座とみたいな、いや無理やなと思って、インターネットで買おうかなと思って、ビーガンのやつありますかねみたいなの聞いたら、なんか実はビーガンのやつもなんかビーガンマークとは書いてるけど、環境には優しい家庭でやってるリアルカウレザーらしく、だからなんか実際カウレザーやんみたいな、なんかよく分からへんくって、環境に優しいみたいなのは書いてたけど、でも環境に優しいといえどリアルカウレザーなんかいと思ったら、それもビーガンっていうかみたいな、うんってなっちゃって、じゃあもう買われへんやんと思って買うのやめたの。銀座なら買いに行け、いや遠いですよ、もう大阪だもん。わたくん、ゆうさんこんばんは、ゆうやくんこんばんは。そう、結局リアルカウレザーやんと思って、そう、なんか環境にも優しいかなっていう意味で葉っぱマークやったらしいねんけど、ダメじゃんと思って。ともちさんファルベップです、ありがとうございます。だから本物の動物さんのね、皮を腰に巻くっていうのは一緒やんと思って、やだなと思ったから買うのやめてさ。私もう1ヶ月ぐらいベルト難民、
ビーガンの人からクレーム来そうやなさね。確かに。ただまあまあ多分説明欄みたいなところにちゃんと書いてるんやろうし、ちょっと何やったかな、なんかね書き方が違うかったんですよ。そうだからその書き方でどういう意味やろうと思ってたんですけど、カウレザーを買うのをやめた親父ギャグ、ずかさんに頼めばいいやん、代金送料無料だでずかさんに頼んでよかったか。いやでもちゃうんですよ、カウレザーだったから買えないの。だから悩んで、でベルトが私欲しかったから、そのねディーゼルのベルトを買おうと思ってたんですけど、それの案がもうゼロになっちゃったわけやから、どうしようかなと思って、でさっきネットで見てて、でスペイン行った時にロエベのベルト買うかバレンシアガのベルトでも買おうかなと思って、ちょっと高くなるんですけど、もうそれにしようかなと思って、で見てて、で配信始めましただからまだ決めてないんですけど、スペイン行ったらまた爆買いおばさんしてるかもしれん、嫌になっちゃう、やだやだ。あ、銀座遠いわ、やって銀座すぐ行けるけどお金がないです。銀座と六本木と原宿は今も昔も緊張します。え、原宿もですか？高い腰巻き、なんか服とか、あでもこの間そうだよね、そうだよ、あの東京でおしゃれなカフェに入ったらおしゃれなお兄さんがロエベの T シャツ着てて、バチクソ可愛くてさ、ちょごめんなさい口悪かった、めちゃめちゃ可愛くてさ、あのロエベの T シャツ欲しいみたいなのを多分配信でずっと私言ってたんですけどめっちゃ可愛い、あのお兄さんめっちゃ可愛いみたいな、多分お兄さん側からしたらやたらチラチラ見てくる女の子で気持ち悪かったと思うんですけどそれは可愛いなと思ったけど、それ以外は基本的になんか高い系の服とかよりなんか高い安いユニクロとか GU とかザラとかそういうの着てても、装飾品がいいブランドとかのやつをつけてたらいい着こなしに見える説みたいなのを私最近思ってて、服は安くてもいいからアクセサリーとかをブランド物とかで買える女になろうと思って、そういう見た目でいけるさりげない感じの女性になりたいなと思ってっていうのをね、ここで結構ちょこちょこ言ってたんですけど、ベルトもだからそういう感じですね。ベルトを GU で買うのではなく、パンツを安いものにしてからベルトはちゃんといいの、いいものをずっと使うみたいなにしたいなと思ってて、そう、築地本願寺からすぐですよね、銀座ね、歩いていける、銀座のスタバ行ったもんリキさんいらっしゃい、2週50で玉ねぎさんありがとうございます。築地市場面白かった、面白かった、本当に銀座からね歩いていきますね、築地までは。舞台なければ築地本願寺行かない、まあ確かにそっか、普通には行かないかナイキもアディダスも好きですけどね、アディダスは私実はめちゃめちゃ好きみんですから、だいたいなんかレッスン着とかズボンとかアディダス、カンタベリーがちょっと何か分かんないけどだいたいアディダスかプーマ、スポーツブランドはアディダスかプーマが好き。でも私服っていう感じではあんま着てないな、確かに。海鮮丼がまだ届かないよ、知らんわ知らんわ知らんわ。築地本願寺より有楽町の方が近いから有楽町線で行きましょう、だって有楽町何で行ったんやったっけな、なんか最近行った気がする。まああの辺は結構行くよね、舞台あの辺やったし。うん、最近だから本当に
分かってきました。あのあたりの何立地、東京の立地、埼玉の方でね、マンスリー借りてたこともあったし、で今回築地やったし、真逆じゃないですか。あんなエミーイーツそんなんないもんね。ロエベ最近めっちゃ見ますよねって。実はロエベはね、スペインのブランドなんですよ。そうだからスペインでめっちゃアウルの、まあ日本で買うより安いけど、でも全然高いですけどね。え、アディダスおしゃれですよね最近。新富町より、と新富町ですか、合ってる。一応にもテスティーは地下デビューして新宿でビラ配りしてたから久々に会ってきました。おー、いいですね。日本テレビのインタビューがありそうだって、新橋で。タムネギさん、だるまさんいっぱいだ、ありがとうありがとう、イエイイエイ。タムネギさん、だるまさん100個ナイス、せーの、だるまさんがこうだった、ありがとうございます、ナイスです。よいしょ。新橋はなんか飲み屋さん多いイメージ。あ、分かった、新橋と有楽町が近いんや。で有楽町に映画館があるんよ確か。あと15分、ありがとうございます、眠いです。誰だら元 STU だって。アンテナショップもありますよね。あ、ドサンコショップ、それだ、それで知ってる。あとトリュフのパンある。なんでちょっと片言やねんな、トリュフのパン屋さん。あれ梅田にもまた新しくできるらしいですね。中崎町、中津やったっけ、なんかその辺に一個あるけど、大阪も新しくできて、ルクアの中にミニができるらしいアナグラムがポイントになってる。ポケティ欲しいけど高すぎましたんだって。どんなんだろう。あ、待って、ロエベですか、ワタくん、それや多分、私多分それ、あの左側にあのロエベのそのねロゴがあるやつですよね。あれあれ、それそれ、マジで欲しいんですよ。あれが可愛いと思ったけど、 T シャツやのに7万ぐらいするんよね。アディダスのスタンスミスのスニーカー好きです。わあ、緑とかの縁でおじさんのね、おじさんちょっとすいません、マークがねあるやつですよね。可愛いですよねあれ。新橋はサラリーマンとのんべえの街。あ、そうなんですか。やっぱでも居酒屋多いイメージはある。ゆきおさんファンレベアップナイス、ありがとうございます。ルカは大阪行き、新橋サラリーマンの街と思って、あそこ花王の本社とかあるからエリートなんだのなぁと感じた、だって。そうなんや、新橋でもなんか新橋結構面白い街やなと私は思っていたよ。汐留、リズムさんがスニーカーを送ってくれるみたいです塚さんってめっちゃ汗かいてる、リズムさんバシタショップって何ですか。ドサンコショップはね、確かにね記憶にありますもん私。またかぶり負けたようですドラッピさん、カバは何のかぶりですか。カオ、花王じゃないの。のど笛が食べられる居酒屋とか、なんかあれのど笛マジで美味しかった。大阪にないのかな。喜びの涙だったんですか。なんだ、喜んでたのか。ロカンドロスさん、こんばんは。それのルーズフィットが欲しい。めっちゃわかる、めっちゃわかる。あたくんマジで可愛いよねあれ。日用品メーカーの、え、花王やと思ってたんですけど花王なんですか。
ルカンドロスさん、お疲れ様でございます。ドサンコは北海道、ワシタは沖縄。へえ、沖縄ってワシタって言うんですか。初めて知った。カタタタキッキ検索したら引っかかったんですどこで引っかかったんですか。スタンスミス履きやすいんやん。顔な、鼻をやと思ってた。タマちゃんファンレベアップナイス、ありがとうございます。マスクメロンさん、はじめまして、いらっしゃいです。花王は花王と思ってた。まああんまり口に出すことなかったから今までそう思って生きてきたんやろうけど。へえ、そうなの。明日沖縄の言葉で私たち。へえ、かわいい。沖縄弁大好き。かわいいよね。ミカは花王でいい？特別許可いただいたので、じゃあそういうことでお願いします。元気さん、明日も頑張ってね。応援しているわヤフーの検索で引っかかりました。でも温かったカタタタキキはない、なかったでしょ。え、ワイドデニムにバケハとか合いそう。めっちゃ来る。めっちゃ可愛い。絶対普通にスキニーであれ一枚でも可愛いし、それをなんかカフェでね、東京でね、男性の方が着てたんですよ。なんか頭にサングラスとかつけちゃって、そう、でもめっちゃ可愛かった。それ顔なんや、よそで言うなやじゃあダメじゃん。3年ぶりに会ってまだその髪型なのかと爆笑されたので通いますじゃちょろいな。一時期鹿児島住んでたけど方言難しすぎてマジで聞き取れんかった。そうなんや、やばてか、たまちゃんいろんなとこ行ってるね。行ったんです。ま、一番目じゃなかったんや。まあでもそんなヤフーでさ一番になるのだいぶ難しいですから。ありがとう元気さん。最近は現場フル参戦ですな、玉ねぎさん。だってソーリーさん、ファンレベアップです、ありがとうございます。読んだ、ちょろい、もっとちょろい人おったちょろい人がいっぱい。ちょろいぞ片島さん名前が。ちょろいぜ片島さん。ちょろずかさんみんなからいじめられてるみたそんな褒めんないや、褒めてたんや。チータラの内容量少ななって、え、つら。ミカさんの次のイベント通いたい。え、通ってくれるんですか。ケンちゃんさん、こんにちは。本磨かないと寝られないのに眠すぎて動けない。うわ、つらい。でもそれめっちゃわかります。歯磨きもやし、私メイク落としもです。メイク落とさなあかんけどだるいなーみたいになっちゃうときめっちゃある。でもちゃんとどんだけ眠くても、どんだけ疲れてても、どんだけ例えば酔ってても、絶対メイクと歯磨きはする。メイクと歯磨きじゃない、メイク落とした歯磨きはする。えらい。転職とかでいろんなとこ住んでたよ。引っ越しすぎて住所免許証の裏面に乗り切らんかったやばいね、そんだけいろんなとこ行って。すごい、転職が多いんだ。間違った、転勤が多いんだ。明日ですか、
明日はちょっと早いかなぐらい、今日とか明日より、今日とか明日よりって言った、やばい未来生きてるやん、今日とか昨日とかよりは。みち偉いだってでしょ偉いの。よいよ。マジで急速充電の充電のスピード半端ないな。リアルに30分も経たずに 60%?50% ぐらい、 60% 復活している。あと5分と思いきや、私はあと2分ぐらいで終わりますよ30分間っていう感じだったんでね。実は30分間はもう実は過ぎている。まだ帰宅するしてない。あー、たまちゃん、たまちゃん、リスさんナイス、ありがとうございます。ファンレベアップもナイス、ありがとう。しごはゆきお疲れ。お腹すきすぎ、なんか食べよう。今日3時まで働いてしまった。ずかさんにしては長すぎる。よいしょ、疲れ様でした。電池の消耗が起きてきても充電たまるの早いです。なるほど、どっちもってことですか。減るのも早いしたまるのも早いってこと。働きすぎですゆっくり休んでくださいいやー、ありがとうございます。たまちゃん、ほんであれ、たまちゃん10人目じゃん、エミチーズの。イエーイ、たまちゃん10人目、ふうふう、いらっしゃい変なテンション。よし、そろそろじゃあ行きますか。あ、ソーリーさんこんばんは。あれ、もう一回、こんばんは、こんばんは。私がサウリーってずっと呼ぶからかっこソーリーって書いてくれてる。ソーリー呼びだったんですね、ごめんなさいすいません。どうも、10番目の男です。なんかやだな、10番目の男。あ、皆さんもゆっくり休んでください。本当にありがとうございました。ではでは、ランキング読んだので、え、ランキング読んでないよな、私読んでないよね。読みます、読みますね、いきます。13位白熊さん、12位聞きます競馬の神様さん、11位水ムーさん、10位ひとよさん、9位ラグオータさん、あれ変わった、もう一回いきます。13位水ムーさん、12位ひとよさん、11位ラグオータさん、10位ユッキー、9位ソーリーさん、8位みっちゃんさん、7位ドラッピさん、6位ゆきおさん、5位ビビビビビさん、4位ずかさん、3位ただゆきさん、2位たまっちゃん、そして1位はたまねぎさんでした。パチ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 、ありがとうございました。次お話か、ロイズのチョコレート差し入れ、よっとよっとロイズ大好きですで、デザイアーズマンションなんだ。またね、バイバイ、ありがとうございました。じゃあね、おやすみなさい、またねー。